はい、どうぞ。こんにちは、はい、ワックルカタログ作りました。ワックルカタログ、黄色い方が2021年の冬号です。水色の方が2022年の夏号です。ちょっと中見てください。はい、うまい、はい、ミニトマトジュースです。みなべ町の仲良し作業所さんが完熟したミニトマトだけでジュースに作っています。もう8年もジュース作ってます。すごく飲みやすくって、野菜嫌いな人、トマトジュース苦手な人も飲めるって大好評です。みなべ町のそうです、仲良し作業所、はい、でこれが夏号です。関東はうちの山添代表理事と奈良女子大学の青木美沙先生の対談です。今抱えてる社会問題や食料問題、障害者の就労、いろんなことを語ってもらいました。これは太陽福祉会の菜の花作業所が炊いてるお塩です。海水を三段ののぼり釜で煮詰めています。御坊市塩屋町は1500年前から塩を炊いてるという遺跡が出てるぐらい、塩を炊くところに適したところだったようです。